住田信義2月20日から2009年6月13日は日本の政治家、元島根県知事、島根県出雲市出身。1953年島根県立出雲高等学校卒業。1957年に東京大学法学部を卒業して日本国有鉄道に入社した。1980年に和歌山県警察本部長。 1982年に日本国有鉄道観察局長、1986年道場務理事などを歴任した。1987年4月の島根県知事選挙に自由民主党公認で出馬し当選。4月30日に就任した。2007年4月29日まで島根県知事として最長の5期20年務めた。この間、2003年に 全国知事会副会長に就任している。退任時には昭和時代に就任した最後の現職都道府県知事であった。退任後は島根県文化振興財団理事長、島根県社会福祉協議会会長を務めた。2007年11月には朝日大受賞を受賞。2009年6月13日、内臓疾患のため松江市内の病院で死去した。 13位に除せられた。同年9月13日に、県、県議会、県内市町村などで組織された、実行委員会主催のお別れの会が営まれた。ABCD、住田前島根県知事が死去。参院中央新報。ありがとうございます。